花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。そうですね、最近はゲストの方が増えてるというか、まあ、今週もそうですけどもですね、前回もね、アリバダありましたよね。アリバダ、何でしたっけ、長い名前です。スピリチュアルデザイナーですね、スピリチュアルデザイナー、はい、ね、素敵な、方ですね。ということでね、早速、松下どしみさん。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか、何でしょう、これ、素敵じゃないですか、金太郎さん、金太郎も。これ、金太郎って、司さんにも言われた、お前。あ、マジで。なんかこう、そういう雰囲気ですよね。この柄何これ。がわかりません。なんか、ギリシャかどっか、あっちの感じ、ね、そっちですかね。多分。ほうほうほう。はい。ということでね、今日もね、昨日も夜ライブだったと思いますが、桜田武さんですね。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。どうも。先週はね、ちょっとお休みだったんですけども。はい、久々に休暇を取らせていただきました。いやいや、5人来たのよ、バンドが。ね。いっぱい来た。YouTube は見てました。5人いたらなかなかね、入れないですよね。息苦しい感じになりますよね。はい。でも久々のね、大人数の、バンド全員でね、来ていただきまして、ああいうのはやっぱ一体感がありますよね。うん、そうですね。全員で来るとね、素晴らしいと思いますよね。そう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 。なんか。やる気満々っていう歌もあったのね、それは。あ、そうですか。やる気満々だぜっていう歌。いや、それ知らないですね。僕、時代は知らない。歌いましたよ。スピリチュアル。あ、歌詞が。彼の歌ね。あったあった、そういえば。あ、思い出した。俺、昔のなんか今想像してた。別の人のこと考えて。そう、別の人のこと考えて。ごめんなさい、ごめんなさい。ということでね、今日もね、早速ね、急遽になりましたけどもですね、ゲストをご紹介いたしましょう。本日のね、ゲスト、はい、坂本健さんですかね。はじめまして。はじめまして。坂本健と申します。ほら、坂本健さんですね。秋田、ご出身ですか。はい。秋田出身で、今、栃木県の那須の方に住んで15年ぐらいになります。ほう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 。あなた、今日さっきもうね、初めて、はい、お米が届いてますけど、これね、映像も映ってますけどもね、これ素敵なね、お米をね、いただいて、これは自慢のお米、農家自慢のお米っていう、ね、作ってるわけではないんですよね。そうですね。お米農家ではなくて、はい、お土産をいただいて、はい、本当にね、気を使っていただいてね、気を使わせてすいません。あなたはもうご紹介いただいたのはね、実は須賀川のね、はい、プカプカっていうライブハウスの、はい、マスター金一さんとかね、ソソさんのご推薦がありましてですね、はい、そうですね、素晴らしい人がいるっていうことでね、うん、どれぐらい素晴らしいかね、今日じっくり。プレッシャーかけますね。いや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 、というかね、僕、YouTube でね、聞きましたけどもですね、やっぱりこう、曲、まあ、作曲もね、作詞作曲もちろんのことは、やっぱり、いろんなそのレコーディングに関してとか、プロデュースとか、いろんなことをね、やられてるということでね。マルチなの、ね、もう声がまずこう、いいし、作る曲がまたね、覚えやすいのよ。今風のね。ありがとうございます。今風っていうか、思うよ。俺はもうものすごい時代に遅れてるからさ、思うんだけど、まずね、今回 CD がね、出ましたけども、これタイトルは。はい。こちらは2年前なんですが、2つが1つに戻っていくという。この中からご紹介、そうですね。このアルバムタイトルが2つが1つに戻ってく。はい。ははこれどういう、あれですかね。長くなりますけどもいいですか。いや、ちょ、かいつまんで言って。なんかいいとか悪いとかの時代が終わっていって、もう、そういう、
いいとか悪いとかでブレるような時代じゃなくなってくるっていうような意味合いです。あ、はい、素晴らしいですね、深いですね。ほほね、ちょっと先ほどね、これ聞かせていただいたというかね、いただいたんですけども、二つが一つに戻ってくのアルバムの中からですね、まず、一曲ご紹介しましょう、小さな笑顔。した優しさも許す心も、この星の人らしく生きてる気がした。だいぶ疲れたけど景色は悪くない。小さな笑顔でも確かな笑顔だろ、ということでですね、素敵な声だしね、いい曲じゃないですか、この二つが一つに戻ってくの中からですね、小さな笑顔を、聞いていただきました、これはあれですか、結構自分で録音されてるんですよね。そうですね、あの自宅でというか、小さい話で、はい、そういうのを自分でできるとすごいね。俺できないもんね、はい、俺ラジカセの時代だから素晴らしい。まあ今ね聞きながらちょっとお話ししてたんですけども、まあ
東京の方のあれですか、専門学校みたいな。はい、そうですね。水道橋にある装備、はい、あ、そうですかね。はい、まあそこでいろいろ勉強されてっていうかあれですけども、はい、まああれです、今全国いろんな形でライブツアー回ってらしてっていう感じですかね。はい、どこら辺が。そうですね、回ってる地域としては今までは本州全都府県伺ったんですけども、うんうん、あとは今年の9月末からのツアーは四国九州も行きますので、うん、はい、これはあれですかね、Facebook とかホームページとかであれですか。はい、はい、ありますね。ということでですね、この坂本健さんのですね、ホームページ、もしくはですね Facebook をご覧いただきたいと思います。今日お便りいろいろ来てますか。はい、来てます。で、松下さんの方からご紹介しましょう。今ねお話にあったうんうん、須賀川のぷかぷかのソソさん。あ、ソソさん、はいはい。川崎 FM ディレクターの山田さん。山田さんはちょっとあれですけどそう、山田さんはね、実はね、うん、ね、退社いたしましたね。スタッフの皆さん、はい、松下としみさん、ギターサポートの桜田たけしさん、はいはい、撮影のききさん、はい、金尾義郎さん、お久しぶりです、はい、妖精ソソです、はい、ご無沙汰しております。妖精ソソで笑いも妖怪じゃない妖精です。湘南台以来だよね。そうですね、湘南台でしょう。湘南台にね、はい、お二人来ていただいてね、須賀川から。で、まあ、町中がその音楽の、はい、いろんなところでやってるその湘南台でショーっていうのがあるんですけども、はい、その時にねわざわざ本当来ていただいてね、お世話になりました。ありがとうございました。はい、これも書いてますね、はい、湘南台でショーで初めて桜田武さんにお会いしましたが、うん、映像で見るよりとても男前で、うん、ギターも素晴らしく感動しました。ありがとうございます、また生音での金尾さんの歌と演奏も男前で、うんうん、いつもながらかっこよかったです。ありがとう、松下さんにもお会いできて嬉しかったです、はいはい、コーラスも最高でした。ありがとうございました。さて本日のゲスト坂本健さん、はい、何度かぷかぷかライブにご出演いただき、うん、素敵な演奏をありがとうございます。聴、うん、き終わった後の余韻が心に響きます、うん、早速のリクエストです、時間があれば、うん、東京タワー、うん、道、映写機などよろしくお願いします。道っていう歌があるのね、はい、同じタイプ。俺もあるんだけどねどんなのか聞いてみたい。須賀川のね、須賀川の人がねもう大体僕の歌を歌ってってますから皆さんご存知ですよね。もう全然僕なんかよりもいいのよそれが、ね、道なんかすごいよすごい、ね、金田自分の歌になってますよね。自分の歌になってるからね。いや、金尾さんには私の最も大好きな筑豊ブルース、はい、松下さんには朝日涼を聴かせていただければ嬉しいです。7月お会いできるの楽しみにしています。7月のね、7月の2日、いやじゃなくてね、7月ぷかぷかに行きますね、まずね。その前に、うん、その前にありますけども、それは後でご紹介しましょう、はい、お会いするのが楽しみですっていうことは、まあ、7月2日はねブルームード音楽魂ありますけども、まあ、後ほどにね、はいはい、ぷかぷかはね7月の、14日になりましょうか。14日の日曜日、キュウリ天皇祭みたいなねお祭りがありますけど、みたいなじゃなくて、はい、お祭りがありますけども、その日はねぷかぷかでやらせていただきます、皆様とねお会いできるのを楽しみにしております。はい、もう一回いきますか、はい、こんにちは、大阪の聖子です、うんうん、加納さんとしみさん、大阪の聖子さん、キキさん、はい、本日のゲスト坂本さん、こんにちは。こんにちは、今日は移動しながら聞いています。ありがとうございます。便利な世の中ですね、うん、初ゲストおめでとうございます。お若く見えますね。お若いですよね、見た目もね。若いですよね。ね、はい、年齢にしては、まあ、若いんですけどね、どうですかね。40になります。あ、若いです、はい、ここの中で。ここの中で一番若いよね今度65になります、ね、素晴らしい、熱い音楽魂の金尾さんとしみさんの音楽にかける番組に、はい、また新しい素晴らしいアーティストに出会いました、うん、坂本さんの日記を覗かせてもらいましたよ、うん、20年になれるなられると相当に歌い上げてるお声ですね、うん、金尾さんのオープニングのオラブ声に今日も元気になりますよ。皆さんで周りが元気になる楽曲ダイナマイトをよろしくお願いいたします。生歌を楽しみにいたします、はい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 、たくさん歌ってくださいね、はい、
僕も僕はちょっと時間がねできましたらですね歌わせていただきましょう、ということでね今日坂本健さん、はい、そのどうしましょうか。まず生歌をちょっと行きましょうか。はい、ね、せっかく今日いらしていただいておりますのでですね、これ僕がやる大丈夫です。それで、うん、どうしましょうか。どういう何の曲リクエストちょっと来てましたが、はい、どうしますか。リクエストになった東京タワーという曲から。東京タワー、いいね。東京タワー好きなのそうですね、スカイツリーよりは。あ、何俺と同じ、俺のフェイスブック見たらなのやろこの野郎ゲストみたいにしてこの言葉が俺も好き、はい、うん、東京タワー行きますか。東京タワーだよね。そうですね、うん、で行きますか。
感じがね、桜がこうふわっとこうね、咲いてる時期っていう感じがなんかこう雰囲気が出てますよね。どうですか、どういう感じで曲作りとかをしてるんですか。そうですね、その時によってまちまちなんですけども、うんうん、なんとなくこうキーになるメロディーと語呂が一緒に出てきて、それをベロって出してしまって、その後にこれついつまが合ってないなとか、歌詞がおかしければ直していくような形。俺もそう。あ、そうですか、うん、サビは出てきたりすんじゃん、はい、すんじゃんだってね、サビんとこがこバッとこうね、最初に、ね、サビだから歌ったメロディーは大体一緒にね出てきたりするでしょ。はい、ね、すごいなんかこうナイーブなね、はい、あれだけども、結構 いろんな経験したの。そうですね、今40歳になられるでしょ、はい、30代前半、うん、丸ごとごそっと人生で大変な時期を経験しまして。おお、30代、はい、そうですね、うん、はいはい、まあ簡単に言っちゃうと離婚ですね。あ、そういうことなんだ、はい、はあ、じゃあ俺の先輩じゃん。いえいえそんなことは俺だって最近だもんな。あ、そうですか。大変よ。そうですか、うん、俺らはもうそっからブルースが始まったんだから。いやいやだって年取って別れたら寂しいよ。若い30代前半ぐらい。そうですね、本当それも大変だったね、はい、なんでラジオでなんでって見逃げ相談そうなんじゃないんだからさ。あ、そういうことがあったんですか。まあ、若いが何歳でも辛いですよね、はい、あ、そうですね、うん、あ、そう、そうかそうか、まあいろんなことがね、まあ、ありまして、なんかお子さんもいらっしゃるっていうね、さっき、はい、そうです、ね、じゃ結構パパ一生懸命頑張って、そうですね、頑張って、ね、そうですね、頑張って歌っていかないとね、あれですね、そうだよね、はい、ははそうすると今何 いないのいいパートナーは。あ、まあ、まあそれは別にしてもらえラジオでもう聞きたいことを聞いてるからね、根掘り葉掘り聞くのが俺はシャーシーやな。おばさんみたいですね。おばさんって、本当にね、いい歌ですよね。いい歌の後にそういう下世話の話をしないでください。坂本健さんですけどもね、はい、素晴らしい。皆さんね、ぜひね、この CD は売り歩いてんの。そうです。そうですよね。はい、で、坂本健さんのライブ会場で売ったりとか、あとは、どういう形ですか、はい、あとは、ホームページ等からですね、はい、通販もやってますので。はいはい。はい、
一応なんか、まあ、いわゆるいろんなパターンでそのこれを広めようっていうことはあるんですか？はい、今のところ全国歌歩いて、うんうん、手売りっていう形ですね。そうだよね、はい、まあ僕らもそうなんですけどもね、須賀川とかもね、売れましたよ僕は。売れましたっていうか、須賀川もカナオさんのもう大ファンばかりです、ね、本当に素晴らしいなと思って。あ、本当、はい、金曜ライブとかもね、よくいらっしゃるんですか、あなたも。はい、たまに、あ、そうですか、使わせていただいて。案外近いかもね、今お住まいの那須の方でしたっけ、はい、那須から車で下道で1時間ぐらいなので。あ、そんなにできるんだ、はい、近いね、近いね、近いね、うん、そうかそうか。でもね、素晴らしいね、方がやっぱりこう世の中にいろいろいらっしゃるということでですね、今日もねお会いできてね、よかったなとか思って。大体もう初めてお会いするからね、みんなだから、いつもいろいろ想像するんだけど、はい、なんかほら、ひょっとしたらさ、なんかご紹介でやっぱりこうするじゃない、ひょっとしてこうちょっと違うかなっていう感じのイメージの方もやっぱりいらっしゃったりするんだけど、でもね、まずこのお米が届いた時で、こいつはいいやつだなって。なんだそれ。現金のやつ。いやらしいの。ちょうどお米切らしてたのよ。助かったと思って。僕は全国のライブハウスにお米を届けてんの。はい、まず、まずその、で、最初は菓子折りを持っていくところから始まったんですけども、今日よろしくお願いします的な、それで、菓子折りってあんま誰も喜ばないんですよね。あ、意外と なるほどね、甘いもの食べない、はい、食べない方とかも結構いるので、そうだったらお米の方がいいんじゃないかということで、お米にしました、統一しました。お米も高いでしょ、だってね、お米だって持ち歩くの大変じゃない、これ、まあ、そうですね、でも車なので、あ、そうかそうかそうか、はい、長いツアーになりますけどもですね、はい、本当に頑張っていただき、後でね、スケジュール分かる今、あ、はい、あ、まあ、ホームページとかで調べていただくことにしましょうか、はい、坂本健さんですけどね、本日のゲスト、ちょっとねファックス僕の方からご紹介いたしましょう。金尾義郎さん、投げ銭 FM オン中ということでね、ということはね、チャーリー佐藤さんでございますね、はい、皆様こんにち こんにちは、私事で恐縮ですが、はい、私は本日6月13日夕刻現在というね、成田空港におりますと。これ6月13日の話ですね。昨日ですね、成田から、ラジオ放送はマニラで聞かせていただきますと申しますのも、8月16日金曜日に現地で入籍をすべく、誰がチャーリー佐藤さん入籍するんじゃん。え、本当、これちょっとびっくりしたね。ですね、ちょっと急にこれ見たからびっくりした。今回は関係役所を訪問し事前の準備をすることとなりました。本当にあれなんだね。本当なんだ、本当なんだね、本当なんだね、やるときあるね。素晴らしい、やるね。場合によっては8月16日金曜日ということは今日、いや8月16日、あ、8月か、8月16日金曜日はマリナより実況中継を行うかもしれませんということで、皆様ご期待くださいというね。8月16日結婚式すること、じゃあってことでしょう。だから2ヶ月前から準備で、準備書類、国際結婚って難しいよね。そうそう、書類とかが大変になりましょうか。これはちょっと初耳ですな。びっくりだよね。びっくりですね。何回目行きたくなる。PS、成田空港で現金をファックスすることはちょっと不安があります。これ使われますね。すごいね。というね、チャーリー佐藤さん、波乱万丈ですけどもね。おめでとうございます。おめでとうございます。楽しみですよね。今マニラでね、この番組聞いていらっしゃると思います。幸せな佐藤さんが、本当にね。良い旅をね、また帰ってきてからどっか錦糸町あたりで会いましょう。お祝いをファックスしなきゃね。素晴らしい、お祝い投げ銭で、びっくりしましたね。そうですか、こういうこともあるのね。ね、悪いことばかりではない。そうですね、いい話ですね。いい話ね、盤上ですよね。でも変化球ね、遺産
もうね、放棄から始まって。だからいいことがあったんだよ、それで。そう、もういろいろね、ありますよね、うん。ということでね、松井さんの方がなんか来てましょう。来てますね、ミキさんからいただきましたよ。はいはい、これ、博多のミキさんですか、はい、はい。皆さん、こんにちは、うん。午後から本降りの予報が出てる。白鹿天気の博多です。白鹿とか白鹿っていう方言があるのね、博多弁で、あのちょっとなんていうかな、まあ、じとじとしてるっていう感じのね、はっきりしないとか、はっきりしない、そうだね。先週のゲストのアリバダスピリチュアルデザイナーの方々も良かったですね、はいはい、スタジオが一気に男臭い雰囲気になってて面白かったです、うんうん、なるほど、さて今週のゲストの坂本健さん、ようこそ、はいはいはい、はじめまして。動画をですね、動画をいくつか拝見しましたが、うん、マルチプレイヤーならではの感じというか、うん、弾き語りでも他の楽器の音が聞こえるような曲が印象的ですね。なんか深いところを見てます ね、あのまるで音楽評論家みたい。いや詳しいですからね、ミキさんね、はいはいはい、それに那須の方に住んでらっしゃるということで、うん、実はオイラの母の親友がそのあたりでホテルをやってらっしゃることもあって、なんだか親しみが湧きました。今日は他のラジオではあまりないずっと出ずっぱりの1時間ですが、リラックスして楽しんでくださいね、うん、はい、今日もリクエストはなしです。はい、お好きな音を気持ちよく歌っていただけるとこちらにも伝わります。はい、ありがとうございます。ちょっと良くない話ですが、うん、この間あるライブでボーカルの方の下品なおしゃべりに気分が悪くなり帰ってしまったことがありました。個人的にはライブは日々の生活に比べて非日常を味わって、うん、夢の世界を感じて元気をもらう場所だと思っているので、うん、本当に悲しくなりました。うーん、そういう意味でカナオさんのライブはいつもご自身をさらけ出されているとはいえ、かっこ笑い、はい、嫌なことを忘れさせてもらえるパワーをいただけていますし感謝です。 ありがとうございます。明日のライブもお客さんに夢の時間を分けてあげてくださいね。あ、明日ね、ライブだね。どこだっけ、アビーム2AB2 って愚明寺だよね。新しいとこね。そうそうそう、あの初めて行くんですけど、あのマイクは2本しかありませんとかいう感じになっちゃって、でもそうなんで、何でもいい、じゃあ私欠席、あれいやでもね、いいのよ、あの場所はちょっと見てないけど、うん、あの何とでもなりますからね、あの全然あの生歌でもやりますから、はい、うん、負けずに頑張ってやりましょう、はい、アビーム2愚明寺ですね、はい、渡辺武史、松下利美、金尾芳郎ということでね、ミキさんありがとうございます。しっかり頑張ってやります。ミキさんありがとうございます。ね、いつもね、ミキさんにね、あのそうライブの時なんか気分が悪い、気分が悪い話、下品な話は何だろうね。相当ですよきっとね、うん、俺も相当下品よ。いや、自慢じゃないけども、じゃないですよ、うん、乱暴だけどでも、いやでもね、愛嬌のある乱暴だからまあ許せるけど、うん、下品な話ってなんだろうね。いやでもね、 ライブの時ってこうやって生放送やってたらものすごく勉強になるのは、うん、はい、あのこう生ってほらやり直し聞かないじゃん、はい、それそのライブの時も何が起こるか分かんない時あるじゃないですか、アンプがちょっと出なくなったり、そうですね、ね、あのスピーカーが飛んじゃってたりとかっていうこともあるんだけど、その時にね、俺すごい最近ね対応できるようになった。あ、うん、一人で歌ってますね。この間もこうギター、まあ、あのアンプが、たけしのアンプが、うん、そのなんか雑音が出て、途中でもう始まってすぐそうなったから、もうすぐ一人で歌うわけ、生歌で、うん、そしたらお客さんほらまたこう違う風に目が行くじゃない。うん、そうするとね、その要するに駆け引きが面白いのよね。それはね、あの誰かに言ってほしいよね、自分じゃなくて自分で言うんだよやっぱ素晴らしいかな。いやでも昔ね、あのジェームス・ブラウンがね、はい、そう、あのアンプがスピーカーが飛んだ時にモニターを客席に向けて歌ってたのね。ああ、ジェームス・ブラウンが ね、そういうことってね、あのものすごくそういうことをライブで見るのよね、はい、そうするとものすごく勉強になるよね、あのいざの時はね。だからこの生放送をねやらせていただいて、すごくね、あの、はい、そこは勉強になりますね。その代わり失敗ばっかりよね。もう失敗ばっかりすんのよ。カポ間違えたりして。やったりするんだけど。はい、でもそれはね、ね、うん、謝れば済むことじゃん。はい。謝って済まないこといっぱいあるからね、世の中。なんかね、確かにね、うん、ありますよね、それはね。そうそう。だから、うん、そういう意味ではね、すごくミキさん言われてるけども、やっぱりみんなが、俺たちが歌ってる以上はさ、なんかみんなが、
元気になったりとか、うん、やっぱり少なくともそれは ね、 そうですね、伝えていきたいでしょ、はい、で俺なんかヒット曲ないし、あなたもそういった意味でそうでしょ、はい、で何がほらみんなからこう支持されるかっていうのも分からないでしょ、はい、そうするとやっぱりいいものはね絶対ね出てくるから、はい、もうねそう思わない、桜さん。そうですね、ね、なんか口伝えが一番いいよと思う、僕はなんかこうと思うんですよね、うん、松下さんいかがですか。私いいこと思いついた。お米ばっかり持ってる、はい、これをね、はい、ずっと全国に配ってんだったら、はい、ここに坂本さんの名前とかさ、なんかスポンサーになってもらった方がいいんじゃない。ああ、いい考え。あ、このこれだけここのでしょ、いつも。あと町町、違う、そこはまちまち知り合いの知り合いみたいな、うちからうちはお米買ってて、 そ、 それをそこから小分けにしていこう。そしたら坂本県ブランドのお米にしちゃえばいい。そういうのもいいね、全国ね宣伝になる、絶対いいと思った、うん、今ずっとだから、あ、そういうことが、だからあの坂本さんにもね先ほどちょっとお話したんですけども、はい、そのファウンドクラウン、あ、アルバム制作のね、クラウドファンディング、うん、ファンディングか、はい、クラウド、何言ってんだ、俺あんまり知らない、クラウドファンディング、ファンディングね、クラウドファンディング、はい、まあ、あのやられてるっていうことなんですけども、うん、はい、僕はなんていうかな、むしろその割と今そういうことってか、まあ、どういう感じでやられてるんですかね、はい、時代の、もともとそのクラウドファンディングが、うん、十何年前くらいにこうできた時にまだ知名度なかった時に、うんうん、あちらの東日本大震災がありまして、うん、それの、 あのそこでクラウドファンディングを利用して寄付を募ったんですよね、うんうん、それで知名度が上がったので、うん、寄付というようなイメージ強いんですけども、うんうんうん、そのクラウドファンディングの中にもいろいろありまして、うんうん、そういった寄付型であったり、うんうん、あとは投資家の人がこう投資する投資型であったり、それで僕が今回利用させていただいてるのは、購入型というやつで、アルバムを買っていただくという、そうです、今回の今制作中のニューアルバムを持ってツアーに行くんですけども、そのアルバムを買っていただいて応援していただくっていう形のクラウドうん、クラウドファンディングでやらせていただいたという形です。じゃあ前予約っていう形で、そうです、買ってくださいっていう、例えば2000とか3000とかでもいいんですか、はい、決まってないんでしょうか、はい、あ、一応そこに、まあ、あの金額は決まってるんですけども、 あ、なるほどね、はい、先予約みたいな感じなのかな、じゃあ、うん、そういった感じです、まあね、先行予約みたいな、先行予約で、ニュアンスですね、はい、うん、あ、なるほどね、はい、だからね、クラウドファンディングってつけると、うん、いろいろあるよね、やっぱりそのちょっと分かりにくかったりとか、はい、その僕はね個人的に言うと、その例えばこの僕がラジオを始めた時に自腹切ってやってたわけよ、はい、それでその放送料としてね、で、それこそ一軒一軒スポンサー探してたよね、自分で足で歩いて、はい、でそれも10年経ったけど、うん、今はね、そういうことなく、いろんな方たちが応援してくれるわけじゃない。はい、だからスポンサーを募るっていうことなんだろうけども、はい、その短期間でそういうふうなことをやるっていうのは、やっぱ語弊を結構招くことがあると思うわけ。ああ、うん、そうですね。うん、だから僕は、基本的には、やっぱり自分の足で歩いて、で僕を支援してくれる人が、はい、いわゆるスポンサー様っていうことに なるわけじゃない。でそのためにはやっぱり今日もね、坂本さんご紹介したように、優れたミュージシャンたち、うん、別にメジャーマイナー関係なくね、うん、やってる人たちをご紹介したいっていう僕のその信念に対して、はい、支援していただくわけよね、はい、だから僕はそういう形を時間かけて作ったけども、だから僕は坂本さんはね、さっきのお米じゃないけども、はい、案外ねこういうことで支援していただいた方がそうそうそう、あなたの歌っていうのは、ね、いいと思うけどね、うん、もう自然にね広がると思うよ、はい、だからあんまりそこのクラウドファンディングを言いすぎると、はい、ちょっと僕はなんかね、と思う、語弊を招くかもしれない。
あなたのちょっとそれは勝手な僕 の意見ですけども、私のね、うん、あの友達の娘もそれでさ CD を作って私も寄付したの。あ、そう、うん、そうかそうか、うなぎの歌とかその子が分かんないのよね。あの自分、いやそれはねお付き合いでね、やっぱりなんかその何らかのこういう地方とかそういうものの、はい、文化をのために何かをするとかね、そういうことだと分かるんだけども、分かりやすい、自分の要するに動く金、はい、CD を売るっていうだけじゃなくてそっちを表に出すとこれは語弊されるのよ。あ、だからあなたの良さはやっぱりその声がいい、曲がいいっていうことだから、うん、そこをまず先に持ってこないと、はい、ごめん俺こんなことばっかりしちゃって、いや俺は本音よこれは。あ、でもこう言いながらこれは宣伝ですか、うん、そうそうそうだから、ね、それはいいと思うよ今日、はい、聞いてる人たちはね絶対あなたの歌はここに入ってると思うから、そうそう、だからこれ覗いてもらったら分かるからね、そ、うん、はい、そうそう、ね、それがうん、でクラウドファンディングも参加ね、していただける人がいたらぜひね、坂本健さんのホームページとかフェイスブックでご参加いただきたいと思います。この CD を ね、買っていただく、まあ、具体的なことは分かるからね、はい、そうです、うん、そういうことでね今日生曲をなんか、はい、曲いきましょうか、なんか先ほどリクエストあったけど、まあ、なんかあ、じゃあ道という曲を出た道出ますか、ちょっと待ってこっちしよう、ちょっとセッティングしますね。道、先ほど誰から佐藤さんからかなリクエストしてましたけどね、道をご紹介しましょう。僕が胸が痛いた時に君は優しかった。もし僕が光を失っても、それでも私、あなたがいて、僕が胸が痛いた時に君は
道でした。はい、道、素敵な道ですね。ありがとうございます。ね、俺のは重苦しいんよ。いや、同じタイトルでもね、ずいぶんいろいろカラーがあったんですよ。違うんだね。俺の道は重苦しい。カナさんのは重いもんね。ドシッとした感じ、ね。いや、追い込まれていく。追い込まれて失礼なことは追い出される。いやいや、何、いかがでしたか、松下さん、今日は。いや、素敵な歌で ね、素敵ですよね。やっぱり推薦されるってね、うん、人から推薦されるってやっぱり何か持ってないと、うん、ね、うん、どんなところでどんな規模だろうがね、うん、やっぱ人の心を打つっていうのはなんかよく分かりました。今日、うん、素敵な声でね、素敵な歌で、うん、ね、素晴らしいと思います。ぜひ皆さん応援してください。ぜひね、坂本健さん応援していただきたいと思います。アルバムはおいくらなんですか？と、その先ほどかけていただいた2つが1つに戻っていくという、はい、2000円になりますね。2000円で、今新しく作っていますのも、今制作中、はい、あ、そうですか。それも2000円、そっちも2000円になります。あ、じゃあそっからだね。おうおうおう、はい、2000円から。それは制作中というタイトルは決まってるんですか？まだ仮代でです、仮代なんですけど。ああ、そうですね。歌とピアノとギター、歌とギターとピアノという、ほうほうほう、はい、あ、それがタイトルになりそうな感じ。はい、まあ今日はシンガーソングライターのね、坂本健さんですけどもですね、このアルバム、今日はまあ2つが1つに戻ってくっていうアルバムの中からね、お届けしてます。